い、ということでナイトルーティーンはこんな感じに始まり、こんな感じで終わりました。はい、いかがでしたでしょうか。意外っていう子もいると思うんですけど、ああ盛りありっぽいっていう人もいると思うんですけど、朝のね、あのルーティーンを見たことがある方はああぽいぽいぽいって思うかもしれないですけど、本当にこんな感じで帰ってきたら結んじゃって、で本当にほぼほぼこんな感じで三つ編みにもしていて、で基本メガネに三つ編みに前髪ポン。私がお風呂とかあとは寝る前とかに使っていた道具とか今この場で紹介をしていきたいなと思います。お風呂で使っていた洗顔料なんですけど、あれはエステの洗顔料になります。で、お風呂出た後に使っていたマッサージクリームもエステのものになるんですけれども、こういうねお肉とかをこうやってバーってやってすっきりとさせてくれるものになってます。あとはお風呂入ってバスローブですよ。バスローブは私がっていう真似をした時のバスローブなんですけど、その後こちらのゆるい森崎に、基本的にゆるいんです T シャツでございます。はい、これはですね森崎がゆるい感じで書いた自分のスウェットになります。この概要も一緒に下に載せておくんですけれども、下は基本的にピンクのスウェットとかそうですね、すごい楽なスカンツみたいな感じのボワボワしてるやつを履いてます。そして中なんですけど、今ねはいこちらナイトブラをつけております。こちらに関してちょっと説明をしていきたいなと思います。はい、ということでこちらこんな感じです。私が今つけているブラですね、下がレースになってて、この真ん中もレースになってるんですけど、こちらが後ろになってます。全部レースですごく可愛いです。何よりもすごいのがね、ここがホックになってるのでポチンと取って、まあ、まず着てから、まあ、自分の好きなここ 1,2,3 段階あるので好きなところでこう止めて、パチンと止めて前で前ホックして、ちなみにピンクです。はい、でね、まあ、これ見ると分かると思うんですけど、ここのブラの紐がこんな感じに太くなってるので、寝ている時もキュッてこうさ、短いのとこうやってなっちゃって食い込んだりとかすると思うんですけど、これはねすごく楽です。全然痛くないです。前ホックなので後ろのあの前肉、寝た時にさこうなっちゃうんですよね、やっぱおっぱいってこうなっちゃうので、それをクッとしてここで止めるみたいな感じの、はい、仕様になっております。こっちに来るはずのお肉がこっちに来る。友達が実際にこのブラつけてました。つけてたんですけれども、友達は B カップから D カップになったってめっちゃ喜んでました。こうやってやってもよれないしすごく楽です。このお肉も入れちゃってください、全部わーって。なので皆さんよかったらつけてみてください。はい、そしてパケがですねめっちゃ可愛いの。ほらやっぱ寝る前に何かつけるのってちょっと不安って思う方いると思うんですけど、ウェディング前の方とかにもすごくおすすめです。リーンと読んでいきますね。まずバストアップ、美乳サポートでしょ。で、まあ、ボリュームアップ、脇の肉、ここのねぷよぷよしてる肉が、そこがなくなります。なのでここのお肉出るじゃん、脇の肉ここ入ってくれるので、でいい感じにストッパーをかけてキュッと、しかも可愛くない、普通にね。嬉しいのがノンワイヤーなんですよ。ここもそうなんですけど、あとここパッド部分もすっごい柔らかしているもので、ここもふわふわして、ほら全部ワイヤーが通ってないのでふんわりしてます。そして上にも書いてあるんですけど、型崩れ予防。私小学校5年生からブラをずっとつけていたんですけど、本当はね3年生ぐらいから、まあ、胸が膨らみ出してブラをつけなきゃいけないっていう時期だったんですけど、私ブラジャーのあのワイヤーがすっごく嫌で痛くて寝れなかったんですよね。1枚買ってもらったことがあったんですけど、すごい嫌でスポーツブラをずっとしてたわけ。そしたら見事に垂れました。今、まあ、すごい嫌だな、この顔で申告するのすごい嫌なんですけど、なんですけどこのブラをつけ始めて今2週間ぐらい立ったんですけど、つけてても違和感がなくて、で夜こう寝ててもやっぱりさ、クワーンってこう、さっきから何回も言ってデジャブのように言ってるけど、クワーンってなるとなんか落ち着かないんですよ。だから横向いたりとかこうなんか変な寝方しちゃったりとかするんですけど、胸が安定することによって、まあ、上に向いて普通にこう寝相がね意外とね悪くならなかったりとかして、そういうのも予防されてるのではと思ったりもします。このブラの中に配合成分があって、
チタンとゲルマニウムと銀が入ってるんです。チタンってさ、よくブレスみたいなやつあるじゃないですか。あれつけて運動するとかするとめっちゃいいみたいなこと聞くんですけど、そのチタンが入っていて、でゲルマニウム温浴とかよく言うじゃないですか。そういうものが成分として入っているので、つけているだけでも血行が良くなるみたいです。一番は寝ている時間、人間6時間から8時間は絶対寝た方がいいよって言うんですけど、その間にブラジャーをつけて、その間にバストアップが勝手にされてるって素晴らしいことだと思うんですよ。寝ることってめっちゃ好きって思いました。最近人間第一だなと思うので、その中にこれを加えることによってすごいね、美意識が高くなるんだなと感じました。でカラーなんですけれども、私が使っているのはこのピンク、もうパケもピンクで可愛いシフォンピンクになります。そしてあと5色あるのでポンポンポンと見せていきたいと思います。はい、こちらがアクアブルーになります。中身はこんな感じになってます。そしてはい、ホワイト、中身はこんな感じ。そしてネイビー、まあこれと同じな感じですよね、こんな感じです。はい、そしてブラック、ブラックはね、大人って感じですよね。私はやっぱり迷わずピンクを着てるんですけど、やっぱりこうその時の TPO に合わせて着るのもありかなと思います。はい、こちらミントグリーンになります。じゃん、すごいメルヘンで可愛い色でも私これ全部持ってるので普段使いで使いたいと思います。まあここがねちょっと夏すぎたので、これ見える方はいないと思うんですけど、もし万が一見えたら、あ、もりありふんわりルームブラつけてんなって思ってください。全6色あります。本当にめちゃくちゃいいです。ストアップのマッサージしてる方もいると思うんですけど、こうやってやって、こうやって寄せた後に来てホックでしっかり止めて就寝という感じにしてみてもいいと思います。こちらのゆるい森崎とこのブラは概要に貼っておきますので、皆さんよかったら見てみてください。それでは森ありでした。せーの、おつあり、バイバーイ。